ないよ。あ、なんか可愛い。なんか何これ？大根？ネギだ。ネギか。なんだか玉ねぎだ。へえ、美味しそうじゃん。食べてみたら？どう？甘い方ですか？ちょっと甘口になります。甘口だね。これがそうです。はい。食べてみたい。うん。まあそうですね。甘い方です。うん。どれ美味しかった？どっちでもいいです。じゃあこのピンクのやつ。ピンクのやつを買います。うん。やってるんでよろしいですか？はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では500円お預かりします。はい、では100円お預かりします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。何食べたい？ドーナツ。ドーナツ。ドーナツを食べてみたいなと思っています。じゃあ、ドーナツのお店行こうか。はい、すみません。700円です。はい、ありがとうございます。はい、暑いよ。暑い。暑いよ。ありがとうございます。なんかつける？うん。うまっ。おいしい。やわらか。Stuff's so expensive. But this is one of the few shops where you can get stuff that wasn't made in China. To be quite honest, most of the gifts in the stores in Japan are not made in Japan. So I've lived in China for a long time. I could get all that stuff like at a third of the price. But this is something you can't get. そうなんだ。 Yeah, this is really, really authentic. Made in Japan, usually. Oh, look, it says it right here. 日本製。本当だ。 Yeah, so you can't get this very easily outside of Japan. This is legitimate. I'm gonna get this one. I think it's the cutest. It's all about cute here in Japan. 中国であんまりこんなの売ってないの？売ってません。全然売ってません。まあもちろんお土産はありますけど、このようなものは日本のものですよ。中国にないです。じゃあこれを買います。Is all this made in this area? あ、これはあの現地の名物ですか？全部。あ、お店の中にある商品は全部埼玉県の名物ですか？名物ではないですね。日本で有名なものっていう感じです。ああ、そうなんですか。買いたいと思います。1000円でお願いします。1,000円お預かりいたします。
はい、ありがとうございます。はい、やっぱりあれだね、英語で話しかけてもなかなか対応してくれないね。まあそれは当たり前です。難しいね。埼玉に来るとまあ英語を話せる人は少なくなります。東京より少ないです。観光地なのにね。観光地なのに英語を話せる方はめったにいないです。日本語を勉強した方がいいと思います。フレーズでもいいです。例えばこれはいくらですかとか、まるまるところはどこにありますかとか。 That's a life-saving phrase. If you get lost here, you're in trouble.